俺らの人生には「勝つと負ける」があってこういう言い方申し訳ないんだけども48でフリーターだろもうその道諦めたって自分でも思ってるんだろその賭けには負けたんだ君の人生が負けたんじゃなくてその賭けに負けたっていうことを正直に認めようよ若い時は才能があると勘違いし自分の力で文章を書いて生きていけると思いましたがさすがにもはやそんな力はないのだと自覚しました就職など微塵も考えていませんでしたが 自分を信じた不憫な嫁さんと我が子に少しでも貢献したいと思い仕事を探しています。ちなみに親戚の方には紹介または親戚のもとで仕事をしましたがあまりのハードさに辞めたためもう頼れません。ああ、もうどうやって生きていったらいいのかわからないレベルです。簡潔にまとめます。 岡田ささん、助けてくだいいや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 いちゃったよ。いやもう俺途中まではうんって思ったけど途中から「ちょっと待てよ48歳フリーター」って書いてるの見て35歳だったらわかるギリ35だったら分かるけど48だろ。うんまあ「助けてやってよ」って今コメントできたけどあのね「助けるうんぬん」以前に「 多分ね、自分の状況っていいいうう。うのののがが、ね、整理理されないのがしんんどい理由だと思ううーんと思ね、自分の力で文章を書いて生きていこうと思ったとっいうのは、まあ、俺も同業だからわかるんだよ。僕もほら本書いて生きてるわけじゃん。で世の中にはそういうふうな役者になって生きていく声優になって生きていくアニメーターになって生きていく漫画家になって生きていくそういう人生を歩んだもしくはチャレンジした人っていっぱいいるよね。で、普通の人とと僕らとはは、違うんだ。それは 普通の人は、ね、負け犬っていないなんだよ普通の人に負け,負けた人とか負け犬というのはいない確かに受験に失敗したとかさ思ったところに就職できなかったとか失恋したっていうのはそういう人はいるかも分かんないけどそれはその人たちの人生の分岐の一つでしかないんだでも僕らみたいに自分の才覚で食っていこうと決心した人間は勝つか負けるかの二つしかないんだよ。本当に。 その勝つか負けるかの2つっていうのは年齢によってチャレンジできる限界線っていうのがあってそのまあ限界いっぱいまでチャレンジするのは勝手なんだけどさあのさ結論出てるんだよ。で、俺らの人生には勝つと負けるがあってこ水沼さんあこ日沼さんと呼ぶのかな日沼さんはこういう言い方申し訳ないんだけども48でフリーターだろでもうその道諦めたって自分でも思ってるんだろその賭けには負けたんだ。 だから君の人生が負けたんじゃなくてその賭けに負けたっていうことを正直に認めようよ。賭けに負けたんだから次の賭けなり何なりチャレンジすればいいのに負けたことを引きずるかもしくは負けたことを認めたくないのでずずずるずるずるっと伸ばしちゃってるわけだだよなだから。俺らみたいな自分の才覚で生きていく人間は勝ち負けがあるんだ。でそれはやっぱ負け犬っていうのが存在するんだよ僕らみたいな職業でそれは。 その状態では作家になれなかった文章として食えなかった負け犬なんだから次の人生を立ち上げるしかないんだ,だ次の人生の立ち上げの時期がずっと遅れてそれはね多分まだ前の、ね、賭けに未練があるか前の賭けに勝ったか負けたかの、ね、結論を出したくないと思うんだけどももう48でさ家族いるんだからさそれは家族がいる時点で別の意味で あの別のジャンルで勝ち負けで言えば勝ちなわけじゃん。だからあの親戚から紹介された仕事がしんどかったんだったら。あの楽な仕事探してもいいし、何してもいいし、その日暮らしでもいいよ。とりあえず家族食わして生きていくことをちゃんと目標にしようよ。で、そういうなんだろうな、普通のことを目標にできないって思うのは。一番最初にやった賭けにまだこだわってるからだ。だそれは勝ち負けが出ちゃったんだからさ、もういいじゃん。えー、普通に真面目に生きていくことだけを目標にした方が。 俺らみたいな、勝ち負けのある人人生を選んじゃった人間は、それがなんか、ね、約束だ、と思います。20代女性、ダーさん、えー、海外在住同棲4年目、お互いの両親に紹介済みで結婚予定の彼がいます、結婚前に彼の奨学金完済をすることが唯一の条件でしたなあ、そうしたら結婚してあげるって、ダーさんいたわけですね、えー、蓋を開けてみたら返済どころか、えー、彼が私に黙って相当な額、仮想通貨に突っ込んでいたことが発覚。 彼の学生時代から研修医1年目の今まできっと毎日大変だろうと研修医ってことは、まあ、医者なんですね彼ははいはいきっとた毎日大変だろうと思い家事はすべて私が休みの日に何もしないのも我慢しお昼代がかからないようにとお弁当を詰めた毎日私自身も大学卒業後に日本に帰国したい思いなどあり迷いましたが新卒カードを捨てて日本でいただいていた内定も経り2人の未来のために現地のパッとしない会社に就職しましたやりきれない気持ちでいっぱいです こんな人の気も知らず最低なことをするぐらいプライドもないくせに平謝りすることすらできない彼に100年の恋もさめました彼には別れたくないと言われました意味がわかりませんトラブルをできるだけ避けて別れる方法を教えてください。というのあ、仮想通貨に突っ込んでたということは、まあ、黙ってギャンブルしてたわけですよね。で,でまずポイント1「ダーさんはもしその仮想通貨で彼が大儲けしてたら怒ったかどうかなんですよ」で。 奨学、ね、金返済があるのに仮想通貨に突っ込んで私に黙って仮想通貨に突っ込んで損しやがってって思ってでそれで怒ってるんだったらダーさんは損したことに怒ってるんですよで。もし彼がダーさんに黙って仮想通貨に突っ込んで大儲けしてたとしたらでダーさんが怒らないとしたらそれは あのダーさんは儲かったことでオッケー出すタイプの人なんですで大儲けしててもそれでも怒るって言うんだったら私に黙ってしたことに怒るタイプなんですよねまあまあそこの違いがあると思いますでまあねポイントはね「百年の恋」も冷めたわけですよねで理由はともかく別れたいわけですよで別れるための理由をあれこれ書いてるように僕には思いますあのもともとダーさんの判断でダーさんもギャンブルしたんですよこの彼に賭けるっていうあの 今の彼と全くなし今の彼は仮想通貨にかけて負けたダーサンは今の彼にかけたわけですね自分の人生をそれが負けたという結果が出ただけですよねであのそういう自分の判断でかけて尽くしたのにですねなんか裏切られたみたいにあれこれ書くのは多分その100年の恋をしていた自分に対する裏切りじゃないかなと思うんですけどね人間って自分がそれなりに何か尽くしたとかいいことをした時の 気持ちとと、というのを裏,裏切るとろくなことなこ、ね、だからあの海外であの医者で海外勤務の彼と結婚っていうギャンブルには負けたわけなんですけどもこの負けを認めて彼とやり直すっていう選択肢とどっちかの二択だと思うのでどっちもしんどいと思いますけども本当に別れたいんですかねそれとも別れたくてこれを書いてるのかちょっと僕には分かりませんので。 まずはあのギャンブルに負けたことを彼と同じく負けたことを認めましょう。え勝さん二十二歳、えー、美大受験予備校生。あ美大受験予備校生とあの山田玲司さんのアリエネっていうですね美大受験漫画があるんだけども、えー、美大東京芸大とかを中心とした美大受験では二浪三浪っていうのが当たり前、七浪八浪っていうのもあるそうなんだけど、だから二十二歳美大受験予備校生といってもみんなえっ、ー、と驚いてはいけない。自分も世間を騒がせる犯罪者に。 え黒子のバスケ脅迫事件の犯人の意見陳述を読んで以来妙に共感してしまい自分も何か世間を騒がせる犯罪者になる気がしてなりませんまだ犯人ほど年を取っていませんが今の状況から自分が負け組になる日が一日一日近づく恐怖に怯えて家から出られない生活が続いています。怖いい。いです。助けててくだだだささ、ストトレートだね。はい、あのね、ああのこういう時方法2つあってさ3つつっかな。3つだな。 一つ目は、リア充になるということなんだ。つまり、この人は、えー、黒子のバスケで、今日の犯人を呼んであの、同調してしまった。どうすればいいだろうかっていうのは、その意見陳述書が原因じゃなくて、現状が原因なんだよね。で現状が、ここに自分で書いてあるように、自分が負け組になる日が一日一日近づく恐怖って書いてるんだけども。恐怖は、その一日、負け組になるかもしれないと思っていることが恐怖なんだ。だから、それを乗り越えるために、リア充として生きるっていうのが一つ目。 ただ、一つ目なんだけどもそれは言っちゃえば今の稼ぎのより20ずつ、毎毎年人間っていうのは収入が少しずつでも上がっている限りあまり負け組みな感じがしないんだ。なあ,あらゆる経済評論家が経済の活性化がとりあえず万病に効くって言ってるのはこのことであの人間っていうのは国が総生産が上がってたり国民の一人一人家庭の一軒一軒の所得が毎年毎年上がってる時は 本来だったら出てくる問題も割とな抑えることができるし、それは日々の中で勝手に解決したり、無意味化したりする問題も多いの。だから、所得を上げろというのは、実は万病に効く薬でもある。と。 えー、コメントで書いてる通りですね、えー、美大受験予備校生22歳というのはそろそろ俺は今更美大に入ってもダメなんじゃないのかというふうに追い込まれてる時でもあるんだけどもそれもやっぱりですね美大に入ってこんなことをしようとかです、ね、美大に入らなくても大丈夫というようなリア充的思想でも何とかなるかもしれないただしこれは一番目の方法で割と難しい何でかというと所得を上げなきゃいけないとか大学受験通るとかそういう現実的な成功というのを前提としてるから。で 既存の価値にすがるというやつで、まあぶっちゃけ言えば宗教を始めるってことだよね。始めるというなつまりもうお坊さんになるとか、いわゆるそういう自分が。 負け組なんじゃないかって不安に押し潰されそうなんだったらそれごとすべて宗教の世界に持ってっちゃってで近所のお寺でもいいから、まあ、座禅でもいいしあと怪しげな信仰宗教の中ではどこでもいいキリスト教でもいいしなんだ曹洞宗でも,も臨済宗でもあの何でもいいからいわゆるあの神様にすがるという方法これはね僕らついつい忘れがちなんだけど案外聞いたりするんだよ。で、3つ目はね。う そう思ってんだったら、もう一緒に電脳球状隊やったらっていうのが俺の答えだよ。つまり、これ何かっていうとね、えー、そういう問題を持ってる人間は、より深い悩みに対して親切にしてあげるしか解放手段っていうのはないんだよ。悩みっていうのは、さ、自分の悩みを解決できたら一番いいんだけども、それはね。 難しい。そうじゃなくて他人の悩みっていうのに心配したり解決したり手助けしてるうちに自分の悩みに対抗するようやっとねだだからそういう人は別にあの電脳一中状態でもなく,な,なくても何でもいいから実は困ってて追い込まれて自分は負け組だと思った人ほどボランティアとか人助けをするというのは案外効果あるよこれは俺あの今までに何人も勧めてその通りやった人がかなり楽になってるのを見てるから割とおすすめです。 十代男性タ、えー君、岡田先生にとっての幸福とはどのようなものでしょうか。私は人々が何を糧にして生きているのかが気になりながら生きています。十 <laughs> 代男性な、人々が何を糧にして生きているのかが気になりながら生きています。多 <laughs> <laughs> かれ少なかれ、幸福になれるものは快楽に浸り、快楽の、えー、踏み車と言われるようにもっとのめり込んでしまうと思います。えー、幸福になれるものは快楽に浸る、快楽の踏み車つまりまああの。 ハムスターとかぐる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 回してる踏み車ね、自身もそうなので否定できないです。そこで私以外の幸福の定義を知り、自身の幸福とは何かを探すことで深めようと思っています。しかしいざ周りの人に聞いても知らんよと言われてしまうので、岡田先生にとっての幸福とは何かを聞かせていただけませんかよろしくお願いします。はい、えー、ターさん10代男性です、まあ。ターさんの幸福の定義は快楽に浸ることなんですよね。で、 うーん、それは僕の幸福の定義と違うけどあの快楽に浸るはただ単に快楽に浸るであって幸福と関係なくて幸福の定義とととしてははちょっと弱いなと僕は思いな僕思ますね。あの例えば友達とか家族と会話してる一瞬の関係でポワーンとああ幸福自分は幸福なんだなって思う時もあるし なんかそういうものがですね。どんなに快楽に浸っていてふけていてもですね。嫌な通知1本来ただけでですね。崩れる時もあるじゃないですか。だから、なんか嫌なこと言われる line の通知が1つ来ただけでですね。も全然快楽に浸れないっていう時もあるじゃないですか。だから僕の考えなんですけども、幸福っていうのは状態なんですよ。天気がいいと同じですね。天気が良いと同じくですね。ある日ある時、その人にとってのみ通用するんですね。だから、あの。 天気はその例えばその僕が住んでる東京都の武蔵野市の上の天気と長野県の人の天気と大阪の天気と北海道の天気というのは違うじゃないですかだから僕にとって天気がいいって思ってるのはこの日の僕にとってのみしか通用しないおまけに人によって受け取り方が違う晴れてるのが嬉しい人もいるし例えばその遠足前の小学生にとって いい天気っていうのはまあまあ晴れることですけども日照りに悩む農家の人にとってはいい天気っていうのはようやっとポツポツ雨が降りだしたああんかようやっと水源に水が溜まりだしたというようなものです。すい,い天気の定義も、人によっって違っちゃうんですね。だから幸福の定義って本当にその人にとってある瞬間ある状況でしか通用しないもんなので。 快楽に浸ることってただ単に快楽に浸ることだって幸福にはならないと思うんですね。だから岡田先生にとっての幸福とは何かっていうのは、僕にとって後輩は今話しているように状態なんですよ。水が沸騰してお湯になる沸騰という状態は100度ですよね。これが100度を下回っちゃうと90度ぐらいになるともう沸騰じゃないのでですね。なんかこう沸騰という状態は100度だからなん,かなんとかなってるそういうふうに。 反応が起こっっててるのであってであすね。幸福について考えたことはあまりないですし今後も考えることとないと思い思ます。幸福であるという敷地、心の中の敷地、いろんなパラメーターが90度を超えると勝手に上がってくるだろうしそれはなんかあの高い山の上に登ると80度ぐらいで沸騰するのと同じようにですねその自分の状態が変わるとそんなことですら幸福に感じるわけですよね。 例えばその最近僕もうこの何年か水を買わなくなったんですけども昔はね水買って飲んでたんですよボルビックにしろですね何にしろですねところがねなんか水道水うまいじゃんっていうふうに考えだして <laughs> 水道水を飲み出すと水道水うまいっていうふうに考えると何もでも美味しく感じられるんですねでそうなるとですねその水道水がうまいことが幸福なんですよね。 だある時はあの水をわざわざ買って飲むことが幸福に感じるあ俺も水買えるようになったわだしで今は水道水道がが美味しいとと感感じじるるこの方幸福ようになるしなんですよでそれをですねそのターさんのですね快楽にふけるっていう定義にしちゃうとなんかその美味しい水を飲めることが幸福っていうふうにすり替わっちゃうんですけどもその「 単純な定義にすり替えちちゃゃうう。と、本質を見失っちゃうこれは僕は論理のレゴ化って呼んでるんですけども単純な定義にするとそれはもう万能に使えるものになって当たり前なんですね。とい,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 いうことなんでタアさんはこんなことを考えるからにはですね論理使いの種族の一人つまり理屈っぽい人らの一人だと思うんですね。 でその時に人に突っ込まれたり負けない定義を考えようとすらあまり幸福というのは快楽にふけることという極めて単純なものを作り出したわけですね。でこれでいろんな人に話してみたんだけども「いやよくわからん」と言われるでも僕はこれは通用すると思うっていうのは僕にしてみればそれはあまりに単純化してるので通用して当たり前だと。 なのでもうちょっと微妙なものをやらないと人が話してくれるもしくは話題になる議論になる丹さんが望んでいるそれはこうじゃないかあじゃないかってやり取りがあるようなものにはなるっていうにはちょっとなかなかいかないと思います。マリオオののゲーーームバみたた!」いなもで、「あ、っという感じに近いと思うんですよね。